その時間やお金に縛られてるっていうことで、満員電車のシーンを再現したんですけど、あれもこう、私いつも中央線に乗ってて、なんでこんなぎゅうぎゅう詰めと思いながら、それ僕もいつも思ってるんですよ。はい、なんかその前にスイスの、そのベーシックインカムの、まあ運動というか、ちょっとこうアート的な、なんて言うんでしょうかね、イベントというか、そのエノシュミットさんがいろいろやってますよね、仕掛けをお金配ったりとかやってますよね。あのスイスの楽しそうな感じから日本の満員電車にそのこの映像が映ってですね、なんか本当みんな辛そうな感じに電車乗ってるじゃないですか、これもなんか日本の、まあちょっと言葉悪いですけど、ダメなところの縮図が電車の中に僕は常にあると思ってまして。本当ですよね。何が楽しくて生きてる人がね、こう21世紀の民主主義国家の法治国家っていうところにいるはずなのに、なんでこんなぎゅうぎゅう詰めなものに押し詰められなきゃいけないのって。いい感じに死んだような目をしてましたね。そう、どなどなどなっていう感じがして。あれどうやって撮影したんですか。電車貸し切ったんですよ。やっぱそうなんですか。なんかそういうところをすごい僕もイメージしてて、本当にこれ作るの大変だったんだろうなって思ってたんですよ。みんなまず無理だろうってところから入るんですが、私撮りたいと思うと絶対撮りたいって。でも電車の中で撮ったら盗撮になっちゃうじゃないですか。そうですよね。そうなると1両丸ごと貸し切るしかない。どこなら貸し切れるのかって、意外とあの京王電鉄さんにお願いして、あの府中競馬場前駅っていう日曜日しかほとんど人が通らない駅がありまして、そこをあの1車両丸ごと貸し切るっていう形のサービスをされてまして、よく見るとテレビとかでもよく使ってます。あ、そうなんですか。 CM とかでも JR さん貸し切るのは現実的に難しいけど、京王電鉄さん の, あ の, その府中競馬場前駅は、あ、広瀬良子も使ってるみたいな感じで、はい、そこで撮影しました。あれですね、例のプールみたいなもんですね。あ、わかんないですかね。例のプールっていう言葉があって、AV でよく使っている。あ、いや、AV だけじゃないんですけど、普通にモデルさんとか撮影する時とかにも使ってたりするんですけど、まあ、そういうようなもんで、まあ、よくそういうあの撮影する時に使う、車両ってことですね。そうですね。で、乗客の人たちは、あれは皆さん、まあ、お願いしたわけですよね。はい、エキストラさんを募集っていう形で SNS などでも発信して、名古屋から来てくださった方もいますし、四国から来てくださった方もいますし、よく皆さん集まってくださいましたね。もうちょっとお金は払えないけどみたいな感じで、でも一緒に作りましょうって言って皆さん来ていただいて、本当に多くのエキストラの方やスタッフさんやボランティアの皆さんのおかげで作れた映画なんですよね。その時どういう演出したんですか。なるべく死んだ目をしてくれた。あ、やばい、そうなんですね。実際あそこまで死んだ目ではないなと思ったんですけども、まあでもそこをやっぱりちょっと強調して撮りたいっていうことですよね。はい、はい、あと鎖をこうだんだんガシャンガシャンって入ってくるんですけど、はい、実際中央線であれがこう脳内に見えて、あ、なんかみんな縛られてると思ってあのシーン作ったんですが、鎖オンオフを同じ格好で撮らなきゃいけないんですよ。でなので、鎖なしで行きますって言ってから、もう一回ピッ、そのままの格好で鎖オン行きますみたいな感じで、でその、不透明レベルを上げ下げしてああいう表現なんですが、実はあのシーンがこの間、ロバート清崎さんとロバート・アレンさんというアメリカの投資家の、一番成功されている、投資家の方が日本に来まして、幕張メッセでこう集会をやったんですけど、イベントをやったんですけど、そこ撮影行ったんですよ。そしたらあのシーンをすごい気に入ってくださって、レナさんこれ明日のなんか10万人わかんない、1万人わかんない、ごめんなさい、たくさんの方が来てる幕張メッセのみんな儲けようぜ会みたいなのあるじゃないですか、あそこで流れたらしいんですよね。でこのシーンはすごいみたいに、ロバート・アレンさんお墨付きのシーンで、僕もあのシーンは本当に印象的で、もう日頃僕考えて、まあ、あの鎖って具体的なイメージはなかったんですけども、本当に僕が思っていることをそのまま表現してくれて、本当ですか、すごい、稲目先生のお墨付きも落ちちゃいましたね。なんか同じようなことで思っているのは、例えば品川駅とか の、その改札口からそのオフィスのビルに向かう間 の、その人の動きとか、見たことあります？朝とか。ありますね。あれみんなロボットみたいに、みんな黒いスーツ着てザッザッザッって感じで、オフィスの方に向かっていくんですけど、
あれとかも見てると絶望的な気持ちになりますね。ああ確かに、なんかそれもきちんとこう足元をフォーカスしながら撮影して、うん、なんかこう次作る番組のオープニングにそれを入れようっていうのが今ガチャッと来ました。ぜひぜひお願いします、はい、なんか日本ってこう、日本ってこんないいんだよみたいな、日本ナンバーワンみたいなものはこう動画としても発信 しがちなんですけど、逆に世界から見られてる日本ってもっと絶望的な部分が、まあ、家が狭すぎるとか、ね、エアコンが効いてないから寒すぎるみたいなところとか、なんか冬の設定温度って、はい、日本はなんかかなり低いというか、はい、なんかもう上の方はもうガンガン暖かくしてるみたいですね。そうなんですね。いいのか悪いのか分かんないですけどね。私なんて家でもコート着て、あのこうぶっちゃけこうこたつに入って、こたつに入ってる時以外はコート着て生活してるから家寒いやないですけど。エアコン入れないですか？エアコンはもったいないなるんで入れるけど、はいはいはい、なるべくエアコンあるところに家族全員集中して、うん、なおかつデスクワークは全てこたつみたいな、うん、まあ、燃料費削減っていうのは、まあ、そういう意味ではエネルギーを無駄に使ってねっていう意味ではいいんでしょうけどね。でもちょっと恥ずかしいですね、うん、人間の暮らしなのかみたいな。恥ずかしくはないと思うんですけど、はい、あのやっぱりなんか日本人みんな我慢してるなっていうふうには思いますね。あの、この映画ではその我慢してる部分を少しずつこう解き放っていっていいんだよみたいな部分を、このベーシックインカムのお金を配るっていうことで経済的な自由ができるということは、時間ができるっていうことでもあって、朝も昼も夜も働いてるお母さんが子供と過ごせる時間ができたよみたいな感じの描き方をしているんですけれども、自分自身この映画を作りながらなんかこう少しずつこう自由になっていきたいなっていうことや、こう人々のこういうところが縛られているのかなみたいなことを感じるきっかけになりました。そうですね、あの日本では多分特にベーシックインカム反対する人って多いと思うんですけども、逆にそんな日本だからこそ必要だなと思ってまして、はい、まあ、今までいろんな我慢してる部分も、まあ、我慢しなくて良くなるというか、はい、まあ、あの映画にもありましたように店を開きたいのに、はい、まあ、なかなかその夢に向かって踏み出せないとか、はい、あのこう家族と一緒にいたいのになかなかやっぱりその生活のためにやっぱり朝も昼も夜も働かないといけないっていうお母さんとかいるわけですよね、はい、でそれは本当に我慢してるわけですね。でもその我慢をこうしなくて、ほどほど の、はい、あの仕事をしたり、あるいはもっと自分のやりたい仕事をするとか、まあ、そういうのをなんか後押ししてくれる制度だと僕はベーシックインカムについて思ってますので、はい、なので日本人にこそ必要な制度かなと思いますね。そうですね、住んでる家の広さでも、あと働き、労働時間もバカンスの長さも全てにおいて日本人って生活の質が実は低いというか、低いと思いますけどね。それをベーシックインカムで改善できたらいいですよね。先生はこの AI 時代の新ベーシックインカム論っていう本やさまざまなご著書でベーシックインカムのことを提案されてるんですけれども、具体的にはいつ頃どういった形でのスタートが望ましいと、そして経済学者としてこれなら現実的に可能かなというふうに思ってらっしゃるんでしょうか？そうですね、はい、まずあの月7万っていうのがとりあえずの目標で、はい、もうずっと7万とかじゃなくて、はい、あのもっとその AI ロボットとか発達してあんまり人が働かなくていい時代になったらもっと増やしていったら大丈夫だと思うんですけども、はい、今はまだそこまで、はい、あの AI ロボットにいろんな仕事を任せられる状況ではまだないと思ってるんですね、はい、でなので今のこのその経済の置かれた状況だと、まあ、7万ぐらいが妥当かなと思ってまして、なんでかって言いますと、いきなりじゃあ1人全部30万あげますって言ったら、はい、会社辞めちゃいますよね。そうですね、我慢辞めないからどうでしょうか、うん、ある、まあ、大学の学生 3,40 人ぐらいいる中で、はい、あの月40万一生もらえるっていうことが決まったら皆さん就職活動しますか、会社に入りますかって言ったら全員が会社に入らないって言いましたね。なるほど、まあ、それはあのもちろんそれでも会社の勤めするっていう人もいるかと思うんですけども、はい、でやっぱりなんか皆さんですね、会社に入るよりもなんか別にやりたいことあるんですよね。
ね、はい、でただ今のところそのやりたいことを実現できるまだそういうその技術的な環境はそこまで整ってないと思うんですね、はい、っていうのはあの蒸気機関とかでもそうなんですけども、まあ、これだけ今世の中 AI って騒がれていても、はい、その AI を導入してもうどんどん生産性を向上して、はい、このままいくとみんな働かなくてそういうのになりますっていう状況にまだないんですね、はい、でこれはやっぱり普及するまで、まあ、導入していってみんながこう使いこなしていってじゃああんまり人手をかけなくて済みますっていうところに行くまで、まあ、結構時間かかるんですね。で私は2030年ぐらいになったらそれ以降は徐々にですけど、はい、そんなにこうみんながアクセス働かなくても済むようになるかなと思ってまして、はい、でそれまではもうちょっとやっぱ皆さん頑張って働いていただかないと困るんで、まあ、7万円ぐらいが妥当かなって思ってますね。確かに7万円ですとその先生のご著書にもあったんですけど地方では一人暮らしができるし東京など中心部でもシェアハウスとかいう形を取れば、まあ、一応ギリギリ暮らしてはいけるかなと。でもまあそれだと多分みんな週末コンサートも行けないしとか、ね、本も読みたいし洋服も買いたいしメイク道具もということになるとやっぱり働いて、プラスアルファ稼がなきゃっていうことで勤労意欲をそがれずにでもそうです、ね、もう基本的なあもう明日ご飯食べれないかもしれないとかカードどうしカードの支払い今月どうしようみたいなことがあまりなくストレスが減ってそういうのがなくなるといいと思ってまして、はい、でよくその月7万目標ですっていうと、はい、でこれで最低限の暮らしはできるでしょうっていうと、はい、すっごい怒られるんですよね、はい、月7万で暮らせなきゃねえだろうみたいな。 でもこれはあの若くて健康な人のイメージです。だから月7万プラスバイトぐらいは今はしてくださいっていう話であって、はい、例えばその重い病気を抱えている人とか障害者の方が月7万であんたたち暮らしてねってそんな無謀な話じゃないんですね。でむしろそういうハンディキャップを負った人たちには今以上にもっと僕は手厚いあの支援が必要だと思っているし、で高齢者もある意味やっぱりその年いくといろいろあの体動かなくなってくるわけですから、それもやっぱ僕はハンディキャップだと思ってまして、でそうでない、まあ、健康で若い人は7万もらって、であとは